はい、皆さんこんばんは。コトルのケイキャンチャンネルへようこそ。今宵もすっと背中が寒くなる話が入荷されました。それではケイキャンにいらしてください。コトルです。夏真っ盛りな中、いかがお過ごしでしょうか。寝苦しい夜にぴったりな怖い話をする時間です。覚悟してご視聴ください。今回も本当に怖い話をしますので、この動画は閲覧注意です。そういった話が苦手な方はここで動画を終了してください。それと連日暑く、熱中症の危険度も高まっていますので、飲み物を準備しておいてください。それからこの動画の本編にはテロップなどは一切入りませんので、音を聞ける方のみ視聴願います。この怖い話も最近 SNS 上で出会った T さんからいただいたものです。前の動画でもお話ししましたが、 T さんとはある日送られてきたダイレクトメールにより知り合いました。内容は、もし動画のネタに詰まったら使用してくださいというもので、怖い話が添付されていました。私自身、怖い話やオカルト、都市伝説なども好きなので採用させていただきましたが、そうですね、よく考えるとあまりありえない出会いかもしれません。それでは参りましょう。道連れ。今回は登場人物が多いので先にご紹介しておきます。私、名は愛さん、女性です。慎吾、愛さんの彼氏です。そして愛さんの親友、愛さんの親友の彼氏、この4名が登場します。それでは行きましょう。これは私が25歳頃の話。私は、私、慎吾、親友、親友の彼の4人でダブルデートのような形でハイキングに出かけました。その日は澄み渡った青空で刺すような太陽の、まさにハイキング日和といったところでした。私は親友の彼が運転する車に親友と3人で乗ってハイキングに行き、慎吾はというと自慢のバイクで行くとのことでした。事件は帰りに起きました。帰ると言っても解散せずに私の家で朝まで飲む予定でした。競争しようぜ、そう言ったのは慎吾でした。私は止めようと思ったのですが、いいぜ、また負けるのがオチだろうけどよ、という親友の彼の言葉に完全に止めるタイミングを逃しました。そして慎吾に、気をつけてね、というのが精一杯でした。この時タイミングなんて意識しないで止めていれば。家に早く着いたのはやはり私たちでした。しかし慎吾はというと、何分経っても何時間経っても来ませんでした。私は気が気でなく部屋の中をうろうろしていました。親友は、きっとどっかでお酒のおつまみでも選んでるんでしょ？帰ってきたら愛がどんなに心配したか叱ってあげなくちゃね。そう私をなだめてくれました。
親友の彼はというと、つながらない慎吾の携帯に何度も電話してくれていました。時刻は12時。私たちが家に着いてからおよそ6時間が経った時。あ、おい慎吾？声を上げたのは電話をかけ続けていた親友の彼でした。私は飛び上がって親友の彼から携帯をひったくると、慎吾？慎吾？おう、愛か？愛かじゃないでしょ？今どこ？何してるの？ああ、大丈夫大丈夫。これから迎え行くから。え？ちょっと慎吾？どういう？これから迎え行くから。ブツッ、ツーツー。そこで電話は切れました。私はその場に崩れ落ちました。慎吾なんて？親友が聞いてきました。迎えに？来るって？え？周りが静寂に包まれた瞬間、コンコン。おい、アイ、いるか？ドアの向こうからでした。いきなりの不意打ちに私たち三人はぎょっとし、私は腰を抜かして立てなくなりました。そしてパニック状態になり、いやーと叫びました。直感で死者が自分を迎えに来たと思ったのです。誰がどのタイミングでかけたのか、ドアには鍵がかかっていて、ドアノブがガチャガチャと音を立てているのが、さらに恐怖を駆り立てました。親友は私をかばうように私を抱きしめ、親友の彼はドアに向かって何か叫んでいました。しかし慎吾は、おい、アイ、いるんだろ？開けてくれよ、なあ。と、私を呼ぶばかりでした。そして、その慎吾の落ち着いた口調に、だんだん私の気持ちは、恐怖よりも慎吾に会いたい気持ちが勝ってきたのです。そして私は立ち上がり、ドアの方に向かいました。アイ、ダメ！おい、アイちゃん！親友と親友の彼はもちろん私を止めました。話してよ。私は明らかにパニックでした。しかし、パニックの中のどこかに冷静な自分がいて、その自分が、何か変だ。違う。慎吾は違う。と直感で思っていたのです。そしてその変が慎吾の一言によってわかりました。親友の彼が、やめろ！もう慎吾は死んだんだ！と言ったとき、慎吾が、違うよ。おめえらの方だろ？死んだのは。Oh my god！ 今回の動画はいかがでしたでしょうか？その後の話は、愛さんは病院で、慎吾さんに手を握られながら目覚めました。警察に話を聞くと、事故を起こしたのは愛さんたちの車の方で、運転席と助手席はぺちゃんことなり、後部座席にいた愛さんだけが生き残った。というお話です。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。